ちょっとマネージャーが金槌なんですけど、オーシャン的に大丈夫ですか？大丈夫です。海泳げないやつ。大丈夫です。そうですか。泳ぐわけじゃない。もうそうですね。やっぱなんか金髪から変えるから、ちょっともうほんま対極なことしようかなぐらいの。ぐらいな。はい。やっぱちょっとふんじゃんもうそれやったら、ちょっともう青入れてとかシルバー入れたらお気に入ってる感あるじゃないですか。モテじゃなく。あ、いやそれはモテたいですよ。だからオーシャン来てるんですよ。了解よ。長っ。うん。しかも、もうやばいでしょ、このプリン感。プリン感半端ないですね。そうですよね。じゃあもう、地毛明るいんだね、ちょっと。そうそうそう。もともとやっぱ、実際にハーフなんで、アメリカと日本の。重いです、重いです。本当に？そうだよね。なんで今日一日ぐらいは心配してた、こうちゃん。困ってたから、もう、うん。そんな話聞いたことない。じゃあもう、本当にます。え、でも長さはもうとかもう髪型とかヘアはもう上げたいとかさ下ろしたいぐらいは、あめっちゃ短くしちゃった方がいいのか、ある程度長さ残しちゃっていいのか。長くします。ちょっと長めで、はい、OK です。おっちゃん来たよ。ちょいちょいこのカメラほったらかしやから。これこうちゃんカメラやろ。そうそうそう。ちなみに、モルさん、飛んだんですか？あ、モルは飛んで、あの別の店舗に移動された。あー、なるほど、はい、いや、でもやっぱ、前回動画上げた時、あのこうちゃんとの動画を、やっぱちょっと女の子にモテたもん。あ、そう。うん、急に確かに、ね、ちょっとインスタいいね増えたりとか。ほんまにかっこいいみたいな。あの、ファン的なかっこいいじゃないね。ファンやからかっこいいみたいな、そういう感じの。ちゃんとしたらいけるよ、ね、そこ熱弁しなくて。単純に嬉しかって、うん、これあの、これベートーベンみたいな感じで止めてもらうのやめてもらっていいですか、この。おーちゃん来たよ。え、これはもうほんまにいつもこんな適当で。イエス。で、後でもう流れだけやって、うん、そうなんや。普通な感じがいい。なるほどなるほど。だもうどっちかって言うたら技術重視とかこうどうやって変わっていくかみたいな様子重視な。キリマンジャロ。うん。え、ちょうど昨日キリマンジャロの動画を上げて、いやもう死にそうだったね。いやほんまに死にそうで、もう一生いかん。もう山だけは絶対なめたらあかん。後々聞いたらほんまにレスキューもんやったみたいで、普通はヘリとか用意してもうレスキューされて下山せなあかんレベルみたいな、うん、ぐらいの症状が出てて。え、ちなみにあれって、うん、行きだけじゃん。うん、だからもう帰りはあれ後日談があって、登頂してアドレナリンでもうぶわー出てるから終わった後、もうガクって倒れて膝から落ちて、両サイドガイドがついて、うん、もう足引きずられながら操り人形みたいな感じでちょっとずつ下山していって。え、じゃあ帰りの方が時間はもうやばい。うん、でも行動としていったらやっぱ症状が消えていって、あ、もう普通に一人で大丈夫になる、うん、なってきて、めっちゃリラックスしてるわ今。シューってこういう感じなんやろうなって。幼稚園とか行ってる子供とかをあの全員も、うん、シューシューシューって聞こえる。いや、それはそんな照れるで。オーシャン来た時はほんま綺麗な病院入ったかぐらい緊張したのに。確かに緊張してたよね。緊張した、めっちゃ。カリスマ美容師のこうちゃんに会うわけやから言うの迷ったじゃん。なんて呼ぼうみたいな。ミシナさんって言おうか。やば。何が。間違いねえ。眉毛カットもできますよ。あ、やってほしい。俺眉毛もあんまやれへんからさ。なんでちょっと半笑いなのこれ。え、これドッキリみたいなのありなの。どういうこと。なしなしなし、絶対なし。髪型どんだけかっこよくしても眉毛もう剃られたら無理やん。眉毛見よう見まねで若干やったことあるぐらいで初めてです。じゃあちょっと目つぶっていただきます。チューだけやめてください。絶対言うと思った。ボケよ、そすんのやめてください。あ、何さんでしたっけ。鈴木ゆうとです。なんて呼ばれてます。もうゆうとって呼ばれてます。じゃあすずって呼びますわ。これ眉毛すーごっ。すごいよ。こうちゃんって髪以外の美容みたいなやってるもん。ちょいちょい脱毛行ったりとか。え、だって何歳やったっけ。30だ。え、やろ。やばいと思う。いや、え、すーちゃんは僕今年24。24歳、あー、はい、
前でも、俺26で、もうちょいで7。全然若いじゃん。え、見た目はでも年相応やろ、多分。ちょっと若いかな。あ、ちょっと若い。ちょっと昨日もディズニー行ってきました。昨日？誘ってや。なんでや。どう？ディズニー。俺行ったことないね。行ってみてほしい。まだ一回も人生で行ったことなくて、なんかおすすめとかある？おすすめ？ジョー君やったらこれ行っといた方がいいんじゃないのみたいな。トイストーリーマニアとか。あ、俺がってこと？なんかね、撃つやつが、撃つやつが。あー、シューティング系の乗り物乗りながら、うん、結構その絶叫系とかじゃないな。全然。落ちたりとか。絶叫大丈夫？いや、俺無理。したらもう富士急行って動画撮るしかない。逆にね。ええじゃないか、乗ってもらいたい。無理。ここも別にカットするし。ここは使います。いや。ほんまに、こういう話はまた、ベトナムの遊園地でもやってん。ジェットコースター俺乗らんかったん。チキったな。うん、チキって。チキってねえし。チキったな。じゃ。あ、ほんまにディズニーのおすすめ聞いてるからディズニーに戻せ。本当にテレビ見なくなっちゃう。いや、俺も YouTube は見るんだけどね。うん、ジョブログとか。うん